クヒだ。墓からも花桶からもヒバリかな。小林一茶。この店はもうすぐ開くか？あ、まだ準備中なんですけど。あら、かわいい。一歳くらいかな。ああ、な、ハルト。あら、パパ。いや、パパってわけじゃねえんだ。あ、もしかしてお孫さん。孫？そうか。いや、それより店が開くなら一杯いいか？ええ、まだ少し準備かかりますけど、どうぞ。あ？キヨちゃん、なんならそいつは。お客さんでしょ。ナグモくん、お店開けるからもうそろそろ帰って。どうぞ、気にしないで座ってください。あ、そうだ、赤ちゃんにも席を作ってあげなきゃ。ノー、あんた。東京からだ。ほう。お客さん、よかったらこの中に赤ちゃん寝かせて。どう？気に入った？すまないな、ママ。いいのいいの。こんな可愛いお客、普段来るのはろくでもない。ろくでなしっちゅんはわしんことか。こん店は常連の。南雲くん、タバコ消して。赤ちゃんに悪いでしょ。それにそろそろお仕事なんじゃない？お仕事なら今しとるわ。うちの島に来る。おう、東京もん桐生だ。俺は別に。バカだれ。怪しいか怪しくないかわしが決め。いい加減にして。ほら、釣りはいらん。気に食わんの。ヤクザに話しかけられても、か、疎外な男がガキを出しにわしのキヨちゃんを。誰が誰のものだって？何見とるんじゃ、踊れ。酔って仇に喧嘩うんのが大したヤクザだ。なん、表出ろ。あんたがいちゃう。お客さん、警察呼びましょうか？いいんだ、少し。おーし、上等。ぶち殺したるぞ。この辺りでええじゃろ。ここなら誰、今から泣いてはわしをキレさせた踊れが悪いんじゃ。死ねえ。ガル、うん、はっ、はっ、いや、取れ、うわ、ガル、うっ、うん、はっ、さ、はっ、と、ほら、ガテ、うん、はっ、ガル、ぶち殺すぞ。
てこいや。なんじゃと、このわしが。気が済んだか。踊る。いいから酔いを覚ますんだな。そんなに。待てや、こら！わしは、広瀬一家の勝ち、さっさと東京に。お客さん、大丈夫だったの？ああ、ハルト。ええ、今寝ついたんです。本当に可愛いわ。さあ、それじゃあ、何かのこの人がハルト君のお母さん？随分若い。今で19だ。3年前に沖縄を出て。この辺りに？写真、よく見てくれ。さあ、キリュウさんはそのいや、居場所は分かってるんだ。それより彼女がここで誰とどう過ごし本人には聞けないの？ああ、ちょっと。んー、もっと言うと俺が探しているのはハルトの父、この辺りにいるんじゃねえかと踏んでるんだが。ごめんなさい、力になってあげたいけど。前はこいつ芸能界にいたんだ。あまりテレビ見ないから。そうか。ごちそうさん。感情。今夜はいいです。可愛い赤ちゃん抱かしてもらえたし。さっきのヤクザか。それより桐生さん、ホテルは。いや、まだ決めてない。これから探す。でもこの時間だと。もうそうな、だいぶ遠くならハルト君のパパ見つけるまでこの辺りにいるつもりなんですよね。ちょっと不便じゃないか。わかった、ちょっと待ってて。近くで泊まれん？あまりいいとこじゃない。気に入らなかったら遠くにホテル探したらいい。ああ、もしもし、清美です。こんばんは。ごめん飯野君、水軍アパートなんだけど。さっき電話したの、飯野くんって町内会の人。もうずっと部屋が空いてるからしばらく。すまないな、助かる。期待はしないでね。ずっとだ、布団は置いといてくれるって言ってた。そうか、よかったらまた飲みに来て。親切なんだな。アパートはここから海沿いを少し西に歩いていったところね。わかった、今度。お待ちしてます。シート、あんた、キリュウさんか。うん。キヨちゃんに頼まれた。スナック清美のママ。うちのアパ。ああ。キリュウだ。この子。いいのじゃ。あんた。鳥った？
早ついてこいや。アバートはこっちじゃ。俺あんまり歓迎されてないらしいな。キヨちゃんの頼みじゃなかったら断っとるわ。しゃけど青春のマドンナに言われたら仕方ないけ。惚れた弱みじゃ。あんたもか。さっき似たようなこと言ってるヤクザがいた。ナグモじゃろ。ああ、そんな名前だったな。三人とも同じ高校の出じゃ。わしとナグモとでキヨちゃんを取り落とった。そのキヨちゃんはわしらに愛想を尽かして東京に出てってしもうたがの。あのママは東京にいたのか。ママが出戻ってきてからは青春よ再びじゃ。じゃが、ナグモンバカたりゃ極道なんぞなりよって、ガキンコらわしにどつき回されとったんで、大して強なかったくせに生きがるよって。のう、あんた、キヨちゃんに優しゅうされたちゅうてええ気になんなや。調子乗っとったらすぐアパート追い出すけえの。よう覚えとけ。おれ、あんたらの部屋はここじゃ。文句あるんじゃったらいつでも出て。いや、世話になるよ、いいの。中に布団だけ置いてあるけ、あとは好きにせえ。どうせ近いうち取り壊すんじゃ。水軍アパートも。水軍？この辺りは昔から造船の町での、漁師や船乗りも多く、そがな連中の懐目当てにたくさんそいつらが水軍中て名乗っとったんじゃ。連中も海の男相手の商売じゃけ、はったりかま。そのうち陽明連合会ってや、南雲のバカだれも陽明連合会、広瀬一家の若頭ちゅうとるが。なるほどな。キヨちゃんとこのスナック街も元は陽明連合会の仕切っとったいじゃけど、一回長い造船不況があって人が減ってから。あんた東京からか。ああ、何しに来たか知らんがの。ここはよそもんが。わかった、用が済んだらすぐに出ていく。それまで厄介かける。ありがとう。礼じゃったらキヨちゃん。よし、しばらくはここが俺らの家だぞ。悪くねえな。だろ、ハルト。お？ションベンか？よう、しまったろ。おい、じっとしてろ。すぐ済むから。おっと。そう、何度も同じ手は食わねえ。腹が減ってるのか？しまったな。確かミルクはもう。いやあ、そろそろ家に。なんじゃ？この辺りで粉ミルクを売ってるこの子が。ん？そら、この時間はどこの店も開いとりゃせん。そう。よーし、よーし。
横揺らしだぞ。さあ縦揺らしだ。ほら揺れるぞ。それよしよし。縦に揺らしてほしいのか。それ揺らすぞ。なでなでしてほしいのか。よしよし。高い高いをしてほしいらしい。ほーら高い高い。いい子だ。このあたり、この子が腹をすかこんないかついおっさんが育児さては女に逃げ知らなきゃまあ頑張このあたりで確かどいつじゃったかのう。でも確かにこの近くにこの辺りでもう私この間コンビニでもあればあ大丈夫じゃけじいちゃん変な男作っとらんじゃろうな。今度会えるの楽しみにしとるわ。ん？ああこの辺りで今目の前に小さいがほんでミルクをちーちゃん知っとんの？うん、うん。ちーちゃんが薬局行ってみって。薬局い。そうか。さすがちーちゃん。よーしよーし。横に揺らしてほしいようだ。ほーら横揺らしたぞ。縦に揺らしてほしい。ほーれ揺らすぞ。横に揺らしてほしい。ほーら揺れるぞ。いい子だ。すまない。誰かいないか。あげてくれ。赤ん坊のミルク。こんな時間に困るんよ。もうお店は閉めとるんで。悪いな。ミルクだけでいいんだ。売ってもらえないか。子供が泣き止まねえ。明日また来て使わさい。ちょうど切らしておりますけ。そうなのか。なら他に売ってる店は。この辺には参ったな。どう。あんたどっから金さ。いや悪いなばあさん。せっとにかくどこかでミルクいや離乳食でもいい。そうじゃねえ。いいのいいの町内会のいいのか知っとるんか。あの葉今どこにいるかは知らんの。そうか。
ほーら。縦に揺らしてほしいのか。さあ、縦揺らした。ほーら、横揺らしたぞ。立て、これ、揺らすぞ。いい子だ。あれ、キリュウさん、イーノ君。ああ、そっちは大丈夫だ。それよりまたイーノに連絡を取ってくる。ハルトが泣き止まなくて困ってんだ。ミルクを手に入れたい。あ、わかった。すまない、店の前で待ってる。もう少しの辛抱だ。悪いな。キリュウさん、イーノ君からの伝言。この近くの床屋さんに赤ちゃんがいるんだけど、そこでミルクを分け。床屋か。うん、案内してあげて。いや、いいんだ。わかった、少し探してみる。さあ、縦揺らした。それ。それ。揺らすぞ。縦揺らした。その調子だ。すまない、ちょっといいか。何か？ああ、実はちょっと赤ん坊のことで困ってて。ちょっとなあ、あんた、そがなとこでやめてや。なんなら。お、邪魔すんな。ちゃんと便所に行ってやれ。どこでやろうがわしの。人んちの前でなんすんよ。はい、わち行き。くそ、わちがかね。すまない。いい加減にしろ。なんじゃこら、やるんか。黙れ。それが喧嘩売っとるっちゅうんじゃ。上等じゃ。踊れ、ぶち殺しちゃるぞ。それ、うん、実はこの店に赤ん坊がいるって聞いて、ミルクを。わかった。ええよ、この辺りは店が閉まるんが早いんじゃけ。ミルクは日のあるうちに切らさんようにせんにゃ。身に染みてわかったよ、ありがとう。ええけ、早よ帰って飲ませてやりんさい。
いつも。ああ、ハルト、ほら、ミルクだぞ。待たせて悪かったな。おい、なんだよ。ミルクが欲しかったんじゃねえのか。ん？キリュウさん、キヨミです。スナックキヨミの。ああ、空いてる。入ってくれ。やっぱり。ちょっといい？え？お腹が減ってるわけじゃなかったみたい。眠いのね。眠い？こういう時は優しく抱っこしてしばらく待つしかないかな。それだけか。うん。マジかよ。大変でしたね、キリュウ。あんた、わざわざ心配して来てくれた。うん、なんかほっとけなくて。迷惑。面倒見がいいんだな。店の方はいいのか。うちに来るのはみんな常連さんだから。あんたにも子供がいるのか。え？子供の扱いにな。少し前に友達の子供を預かったことが。あ、そろそろ店に戻らなきゃ。おやすみなさい。今日、明日またハルト君のパパを探すん。ああ、そうだな。それじゃ。